これが全力か。答えを知ろうとしていたはずだが。勝負はついた。まだやるか。君の勝ちだ。もう答えは見つかったようだな。栄光を君に託すよ。あの輝きは我らが孫主祭司の頂点ヘルマヌビス様だ。あの雷光こそかの化身であり意志そのもの。あの方はもともとティナルの勇士、砂漠より現れ神王アフマルに仕えた。神王の逝去後ヘルマン・ヌビス様は信者たちを連れ長年祭司を務めたティナル人とトゥライトゥーラに沈黙の殿を設立した。それが我々の始まり。その役目はキング・デシェレト文明が残した知識を守り管理することだった。100から百数十年後砂漠で動乱が起きた。砂漠の王たちが次々と戦を始め、わずかに残された文明も戦火によって滅んだ。知恵の国トゥライトゥーラだけがティナル人の導きのもと災禍を免れた。だがそれもつかの間、獣たちはキング・デシェレトの知識が隠れるトゥライトゥーラを狙った。ジュラバドの王は軍勢をもって包囲し、その意向を示すため使者たちに沈黙の殿の支配権を差し出すよう命じた。都の貴族は覇者と結託し沈黙の殿を裏切る形で自身の統治を守った。そしてこう弁明した。沈黙の殿が持つ知識こそ汚染の根源だと。一時沈黙の殿は孤立無援に陥った。我らが孫主はキング・デシェレトの知識にあった汚染の拡散を防ごうと党に力を使い果たしておった。あの方は沈黙の殿を存続させるためその身を砕き力を継承する義により人に憑依した。沈黙の殿が覇者の軍を退けたのもこの力のおかげだ。しかし
わしらが英雄扱いされることはなかった。未知の力を砂漠の民は畏怖し、のけ者にしたのだ。やがて沈黙の殿の者はトゥライトゥーラのティナル人と共に砂漠を離れ、雨林に入った。その後は想像に難くないだろう。トゥライトゥーラの貴族は滅ぼされ、戦火は砂漠を焼き尽くした。そしてわしらは秘密と使命を背負い、身を隠して流浪するようになった。裏切られたわしらは砂漠から雨林へ向かったが、不信感から砂漠へと再び戻った。長い長い出来事だ。しかし今日、沈黙の殿はヘルマヌビス様の輝きを再び目にできた。